えー、こんばんばは、えー、長倉です、えー。今日第3回目ですね、えー、勝手に男研究所ということで、まあ、何のためにこんなことやってるのかっていうとまあ、えー、散々ね1回目2回目の時も言いましたけどもやっぱりこう、まあ、男なら男に惚れられるようなこう人間にならないと、えー、人生うまくいかないぞということである偉い人に言われてですねやっぱりじゃあどういうやつがかっこいいのかっていうのをずっと考えて。 えー、来た結果ですね。まあ自分のまあ俺がね考えるこう魅力的な人間、そしてそうし、そうやつはどうして成功してんのかっていうところを話したいなと思ってて、えー、今日はね、ま、え、あ、ー、スーパー音楽プロデューサー、えー、リックルービンを取り上げたいなと思います。えー、リックルービンはね、あのー、まあ千九百八十六年、まあよく僕は話してるんですけど、まあ、ビースティーボーイズとね、ランディー MC っていうこの二つのバンドがですね。 全米ナンバーワンを取ったわけですけどもそこは何かっていうとやっぱり今までマイナーだったねヒップホップって音楽が一気にメジャーになったというシーンだったと思うんですね。まあ、僕自身やっぱりどっちかってヒット曲とかを聴いてる時代だったので、まあ、中学校1年生だったと思うんですけど、まあ、その時に、えー、その時にヒット曲として出てきてあなんだこんな音楽があるのかみたいな感じ。えー、ランディ、MC、が分かりやすいと思うんだけど まあ、ヒッッッププホと、まあ、ロックの融合ですよね、うん、だからある意味リック・ルービンがやったことっていうのは、まあ、マイナーなものをメジャーな、えー、ロックっていう、えー、ジャンルに持ってったみたいな感じだったかなというふうに思ってて、まあ、その後ね、えーまあ、俺の人生というか俺の出版とかの企画を考えるときにリック・ルービンのその考え方っていうのはすごく参考にして、えー、自分自身も結構ヒットを飛ばしたというか例えば俺だったらビジネス書のっていうね比較的大きなマーケットにサブカルチャーの、えー 著者だったりとかを持ってったんですよね、うん。だからまあ俺の中でいつもこう裏物ジャパンとかが、えー、企画の、えー、源だったりとかしたわけですよ。裏物ジャパンとか見ながら、えー、ビジネス書の企画を考えてたっていう時代が、えー、ずっとありましたね。と、うん、いうことでですね、えー、まあ、リックルービーの凄さなんですけど、えー、リックルービーの凄さはねやっぱりね幅広いジャンルだと思うんですよね。うん、幅広いジャンルを扱える。 例えばカントリーもやればヒップホップもやれば、まあ、ヘビメタもやるとでこれはなんかでアイドルもやるっていうやっぱり大体音楽プロデューサーっていうと一つのジャンルにとらわれるわけですけどリック・ルービーはこう幅広いジャンルしかも全部大ヒットする大物からんだろうマニアックなヘビメタまで全部やってたっていうのが。 やっっぱすすごいなっていなてうううふうに思うんでよねもちろんそのデフジャムっていうそのレコード会社を作ってヒップホップペップホップをメジャーにしたっていうのもありますけどもやっぱロックの、えー、アルバムもたくさんねやってたりとかもするんで、まあ、特にロックだとですね「レッドホットチリペッパーズ」ですねレッチリの「えー、ブラッド・シュガー・セックス・マジック」っていう91年かなんかのアルバムがあると思うんですけども、まあ、あれは本当ににんだろうな、えー、ロ,ックしロック史上。 えー、最高傑作の,の10枚に、えーまあ、俺は入るんじゃないかなっていうふうに思ってるアルバムなんですよねもちろんさっき言った「ビースティー・ボーイズランティ・ MC」で偉業はありますけどもレッチレの「ブラッド・シュガーセックス・マジック」ってアルバム、まあ、これは本当に聴かなきゃいけないものだなというふうに思ってるぐらいなんで,でじゃあリック・ルービーの魅力は今言ったとおりこういろんなジャンル やるのもそうなんですけどあとで、ね、ルックスだよね本当に見た目がやばいんであの人その、まあ、結構巨大な感じでひげがもうねこんな生えてるわけですよでちょっと、ね、ハゲてもいるという意味でですねやっぱりもうなんだろうな何も言わせないこうオーラがありますよね周りを。もうなんか 説得させるる力がああと思うんですよあれだけのルックスだと、まあ、だとから何が言いたいかっていうと、まあ、もちろん作品すごいんだけど、まあ、それ以上、ね、やっぱそういう作品とかそういうアーティストと絡むだけの魅力があるんだと思うんだよ本人に。うん、だから、まあ、今回の、ね、この企画に関してはどういう趣旨でやってるかっていうと、えーまあ、作品とか、えー、しごやった仕事とかじゃ以上にそういうものが何で成功したかその裏には、まあ、個人のブランディング っていうのが必ずあるんだよよとうこですよね、うん、個人のブランンディングが必ずあるだから、まあ、今回扱っている人たちっていうのは基本的にはこう別に表にそんな出ないような人たちを、えー、扱わせてもらってたりとかします。えー、ということでですね、えー、今回は、えー、リック・ルービンですね、まあ、本当に音楽プロデューサーとしては80年代後半から、まあ、今に至るまでかなり影響力を持ってる人だと思いますんで。 ぜひ、ね、調べて彼のやった音楽っていうのを見てもらいたいなといや聞いてもらいたいかって思います。ということで、えー、今日第3回目「リックルビン」終わりにしたいと思います。ありがとうございました。多くの場合がなんかね分析できないねどこがかく魅力的だなと思うけどどこに、えー、その魅力があるのかっていうのは分からない。 魅力的それはだから個人のブランディングみたいなもんなんだけどじゃないとなんか何を作っても何をやっても結局人を巻き込めないで人を巻き込めなければ絶対にそれはうまくいかない、うん、でそれって結局今の世の中だと何が重要かっていうと言葉なんだよね結局だから俺が今分析したこともそうだし多くの人が外いろいろ見るのもそうなんだけどいろんな情報っていうのは全て認知する視覚的な情報も含めて 全部言葉でできてるって言ってもいいわけ。